これは僕が体験した出来事です。彼女と別れようと思ってるんだけど。なんかあったの？何これ？最近さ、彼女の束縛が激しくて、もう限界で。そうだったんだ。お互いのためには別れた方がいいよ。柊も無理することないよ。そうた、ありがとう。柊くん、もう全然返信くれないから心配になってきちゃった。なんでここが？柊くんがどこにいるかなんてひなにかかればちょろいよ。すごいでしょう。褒めてもいいんだぞ。部外者は黙ってて。ひなの。なーに？ごめん、もう俺限界なんだ。別れてくれ。柊くん本気？あっそう、分かった、別れてあげる。案外あっさりだったね。何も起きなきゃいいけど。ひなのと別れてから1ヶ月が経ったある晩、え？気のせいだよな。痛いよ。ああ、こんなに抜けちゃったじゃん。ひなの、なんで？さあ、なんででしょう？来るな、来るな。一生離れてあげない。あれから3年が経ちました。しゅうくん、飲み物。ひなのは片時も離れることがなく僕のそばにいます。